さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はサイバーパンク2077のファミ通紹介をしていきたいと思います。この街が全てを変える。ではプロローグを紹介します。いつもの裏稼業を受け負ってきたビーとジャッキー、ナイトシティのサイバーパンクでメジャー入りを果たした2人は、伝説的なフィクサーであるデクスター・デショーンにコンタクトを取ります。彼の依頼が B の運命を大きく変えることになります。では B を紹介します。まあ、B は以前から紹介していますけど、ちょっとその容姿が分かりませんでしたからね。まあキャラメイクで作れるらしいですけどね。企業による過激な監視網の外で生きるアウトローサイバーパンクの一人が主人公のビーと、そして相棒のジャッキーと共に、この街でビッグになるためにでかい山に手を出します。そしてその相棒、ジョニー・シルバーハンド、原作サイバーパンク2020にも登場する伝説的なロッカーボーイです。 B が手に入れたインプラントには、このジョニーの人格がデジタルゴーストとして宿っています。そして本作の世界観、権力、ルックス、絶え間ない人体改造に取り憑かれた2077年の世界を象徴するナイトシティは、貧しい人々が超富裕層のすぐそばに居住を構えて、街を支配する超巨大企業の監視の目と、ストリートにはびこる危険なギャングの間で板挟みになっています。かなり絶望的な状況ですね。まあB に関しては、これがニュートラルボディですかね。まあ一応サイボーグということになるんですかね。いやでもサイボーグは一応ロボットですかね。サイボーグかロボットか。ジョニーは完全にロボットですかね。いやサイボーグですかね。いやでもゴーストって言ってますから、電子生命体かなんかですかね。まあ詳しいことはまあよくわかりませんが、まあそんな感じで今回はこの辺でサイバーパンク2077のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。